間に強盗に入ったハンマーヘッドの手下どもを阻止したって噂だ。大手柄だって？違う、奴らのせいで美術館はもはや戦場そのもの。中でロケット弾をボンボンぶっ放しちゃ当然だ。100歩譲ってこれがスパイダーマンの善意からの行動だとしても、奴の問題の本質は変わらん。奴がそこにいるだけで周りが世紀末の大惨事に発展してしまう。美術品を強盗から守ろうとして吹っ飛ばしちゃ本末転倒だ。確かに現代アートが人様に見せる代物じゃないのは百も承知だ。スープ缶やら酔っ払った像に描かせたようなろくでもない絵ばかりだしな。だが私はアートに口出しするつもりを毛頭ない。あの雲の悪党に公共施設を好き勝手に荒らされて黙っていられるか。はい、ということでどうもグリゾンです。JJJ 相変わらず口が悪いですねはい、ということで今回もやっていきたい、いや噛んだ、やっていきたいと思います。いきましょう。あ、そうで今回ね、新しいスーツが手に入ったので着てみました。また車両爆弾？今度はどのファミリーの仕業？ハンマーヘッド？多分だ。他にもありそうだ。処理班を呼んでおこう。狭い場所には小さなお友達を。スパイダーポット。お、爆弾がある。よし、それじゃ他の爆弾見つけておいで。これはどう、どうすか、解除。あ、こうやって解除するんだ。あ、なんか聞こえる。近い。チカチカ光ってる起爆装置はどこだ。まさかこの中。それじゃ爆弾のピーピーって音に耳を澄ませて。よし、あともう少しだね。あともう少し。あ、表示されてるじゃん、左に全然気づかなかった。あ、ありましたね、スパイダーボット。やった、あと1個。あと1個。ん？あった。ふう、完了。ハンマーヘッドの仕業か。他にも仕掛けられてないか探さなきゃ。ああ、これはメインではないんですね。こういうのがいろんなところで起きてる感じか。なるほど。もしもし、スパイダーマンか。刑事、私はマッケー刑事。署内の友人から番号を聞いてね。ああ、あの友人ね。どうしました、刑事さん。できれば直接話したいんだ。グリニッジ文書に立ち寄ってくれないか。待ち合わせは屋根でと聞いてるが。いいですよ、じゃあ後で。 MJ からまだ連絡来ないし、ちょうどいっか。美術館の事件最悪だったんだ。ハンマーヘッドと組むなんてブラックキャットらしくない。 MJ がドライブを解析できたらいいんだけど。追加コンテンツそんな大して長くないかなと思ったんですけど、結構ボリュームありそうですね。どうしよう、再生リスト別にした方がいいかな。ちょっと考えときます。見えてきましたね、警察署。スパイダーマン、ここだ。あなたがマッケイ刑事？どうぞよろしく。ブラックキャットについて聞きたいんだ。それはノーコメント。
今の猫じゃなくて昔のだ。20年前のな。私が担当していた。別のブラックキャットがいたんだ。へえ。初代はどうなったの？獄死した。だが盗まれた絵は見つかっていない。その手がかりを得たんだが、署としては未解決事件に金をかけたくないらしくてな。お金をかけたくないなら僕が適任かな。よかった。ここへ向かってくれ。詳しくは電話で。はい、ということで、今のブラックキャットは2代目なんですね。もうじき定年なんだが、この事件がどうしても心残りでな。そこでファイルをもう一度だけ見返してみた。ブラックキャットはアートを好んで盗んだが、捕まる直前に火災報知器工場を襲っていた。火災報知器？変なの。報知器内部のアメリシウム241を盗んでいた。放射性同位体を売るためだと思ってたが、この前映画を見ていてある考えがパッとひらめたんだ。もし奴が盗品を同位体でマーキングして釈放後に回収するつもりだったとしたら。どんな映画見てたの？なあ、ネタバレか。聞かないでおく。だからこう考えた。同位体を追跡すれば盗品が見つかるとな。スーツのシンチレーションカウンターを使えるかも。じゃあまた連絡するよ。ありがとう、スパイダーマン。この事件を解決できたら安心して退職できるよ。じゃあマッケイさんのためにもね、やっていきましょう。この上に消えた絵の一つがこの近くにあるみたいだ。ん？離れてるな。この配電盤からシグナルが出てる。電気は通ってないみたいだけど、これ偽物？この中空っぽかな。これ絵を入れる筒だな。なんかある。ケイシさん、盗まれた絵あったよ。偽物の配電盤に隠されてた。そうか、やっぱり。置いといてくれ。誰か取りに行かせる。その間ハーディの目撃情報があった場所を置くの。うん、頼むよ。あれ、今ハーディって言った？ああ、初代ブラックキャットの名はウォルター・ハーディ。やつのファイルを引っ張り出して詳しい情報を調べておこう。なるほど。こうやって新しいミッションが出てきましたね。ウォルター・ハーディが初代ブラックキャットで、フェリシア・ハーディが僕の知ってる2代目。親子2代の家業だったとはね。なるほど。ピーター、ハドソンとノースムーアの交差点付近で銃撃戦が発生したって。そこマギアの縄張りじゃなかった？そう、ブラックキャットが盗んだせいでマフィアの抗争が始まったのかも。それじゃ様子見に行ってみよう。ねえ、はい、事件のこと何か分かった？調べたけど。じゃあ行きましょう。あのデータドライブの中身は誰も知らないみたい。今はハンマーヘッドの手元にあって、他のマギアファミリーがあたふたしてるって。あの美術品泥棒が絵を壊すくらい価値あるってことか。なんでハンマーヘッドと組んでるのかな。一匹狼じゃなかった？わからない。フェリシアは一生かかっても理解できないの。フェリシアね、下の名前で呼び合う仲なの？まあ、そのひょっとしたらそうかも。まあいいけど、何かあったら教えてね。あれ、 MJ ちょっと焼いてる？ちょっとね、その前に気になりますね。これ一個近いからちょっと行ってみようか。どういうものなんだろう。なんかマークは写真っぽいよね。写真とか撮るのかな。あ、もう出た。若いリスナーは知らんだろうが、ブラックキャットには初代だ。昔かたぎの犯罪者、何でもかんでも女性でリブートする流れよろしく。やつも女に様変わりだ。このジェイジョナ・ジェームソンほど女性を愛する者はいないだろう。ははは。ああ、言うまでもないが、セクハラじみた意味は皆無だぞ。私はこの2代目が女性に悪影響だと言いたいだけだ。初代は犯罪を犯し捕まった。奴は小悪魔のような2代目とは違い、善人顔の仕上がった。いいか、2代目は悪党を倒すヒロイン気取りだったが、蓋を開ければ捕まえた敵から盗んでたと来たもんだ。
この私はいつも言ってきただろう、所詮黒猫は真っ黒だってな。念のために言っとくが、今のは内面の話だぞ。なんだジャレット、黒表には見えない斑点があるだって。空見たことか。ごまかしたって黒いもんは黒いってことだ。はあ、なんかあれですよね、 JJJ 前よりテンションが高い気がするまた消えた盗品。ちょっと、ああ戻ってきて小鳥さんマジか、鳩に盗まれました。プルップじゃないよどこ行った。よし、いけるでしょこれ。ちょっと待ってよ、表示されたのに。わかんない。よし、捕まえた。刑事さん、盗まれた絵をまた見つけたよ。さすがだな、この調子だとかなりの事件を解決できる。ハーディはどうやって死んだの。ライカーズから脱走を試みたが対岸までたどり着けなかった。だがこれで盗品を返せる。これをきっかけに2代目も逮捕できるかもしれないな。だね、もちろん僕も捕まえたいし。それじゃあまた。隊員に次ぐ。これってあれなのかな、盗品をゲットするたびにこうやっていろいろ教えてくれるのかな。なんかそれだったらちょっと収録も考えちゃうんですけどね。特にそういう話もしないんだったら収録外でもいいのかなって思ってたんですけど。はい、そしてね、今日はお酒を飲みながら収録してます。今回はコーラサワー、キリンの。派手にやってるね。手遅れになる前に片付けちゃおっと。そうね、これはステルスは無理っぽいね。ステルスは無理っぽいからもうやっちゃいましょうか。どうしようかな。あ、なくなった。そうね、じゃあ普通に行こう。はい、ふう、完了。配送トラック、僕がオーダーしたスリッパかな。うわ、ガトリングだ。あれ、僕がオーダーしたスリッパじゃないよ。この荷物受け取り拒否まずい、みんなお出まし。いやー、これちょっと避けるのむずいな。あれ、これやばいやばい、ちょっとこれどう。おし、あ、効くね、電気ビリビリ。終わったかな。話したら見逃してくれるか。とりあえず話してみて。目が怖い。こういうスーツなのか。ここで騒ぎを起こせって言われたんだ。陽動か、まんまとやられた。どこで会ったの。ウェイブリのワイン貯蔵庫。
MJ、銃撃戦は陽動だった。ウェイブリー通りから警察を遠ざける罠だよ。マギアファミリーの会社がウェイブリー通りにある。確かシセロファミリー。急げば間に合うかも。フェリシアは慎重で準備に時間かけるからね。そうなんだ。また連絡する。焼いてる焼いてる。ワイン貯蔵庫だ。さあフェリシア、どこにいる？あ、足跡がありますね。なんて分かりやすいんだこれは。この上ですね。フェリシアの道具だ。何を見てたんだフェリシア。なんだろう。あ、なんか、あ、なんか光ってますよ。見っけ。フェリシア、マギアとの火遊びは危険だよ。火遊びは大好物。スパイダーマン、猫の仲間か。やれ。何をあれプシュってやったんだ。シセロファミリーを舐めた奴ら死んでもらう。あ、でかいやつか。君たち、あ、ガトリング。ちょっと待って、うん、うお。ハンマーヘッドにも他のファミリーにも雇われてないって。ただ間が悪いだけ。よし、ほら。あ、でかいのまた来た。わあ、すんごい食らう。待って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 、ちょっと やばいやばい。あ、ダメだった。今のうちにやっつけないと。よし、よし。ああ、楽しかった。でフェリシアは？隣のビル？こうしてあなたを見てると昔を思い出しちゃう。ドライブの中身は？本当は私もよく知らないの。なんで盗んだの？盗まないと息子が殺される。ちょっと、息子？息子がいるんだ。フェリシアの息子？嘘だろ。でももしかして僕が。ダメダメ、今は考えないどこ。 MJ、 ブラックキャットにまた逃げられた。衝撃な慎重なんだね。発言が。別のドライブを盗んでた。そっか、ファミリーごとにドライブがあるんだ。中身は何だろう。他に何か分かった？あ、まあ特には。そっか、彼女はハンマーヘッドの権力争いに手を貸してるのかもね。いいこと一つもなさそう。マフィアの抗争だけは避けないと。ドライブのこと何か分かったら連絡する。そうか、スパイダーマン。あ、なんでこいつが出てくるの？ちょっと待った、スクリューボール、もしかしてもう出所したわけ？そりゃもちろん。準備手伝ってくれて。そうだ、よかったらスパイディもこっち寄ってって。それじゃあね。お行儀よくて出所したってわけじゃ絶対ないよね。様子見に行ってみよう。
相変わらずテンション高いですね。というかね、さっきの発言あれですか、スパイダーマンはあれなんですね、そういう仲だったんですね、ブラックキャットと。もしかしたら自分の子かもしれないみたいなね、ちょっと言ってましたよ。マスコミはバカの一つ覚えのごとく壊滅したと繰り返すが、マギアはゴキブリのように毎回復活する。今回のようにな、街ではマギアについて JJJ ね、喋ってるけどちょっと待ってね。ちょ、これ試しにもう一個、カルテルとは違ってひどい悪さはしないし、規律正しいわとな。はあ、その通り。だがそれも構想が始まるまで。刑事さんが喋るかどうか。そうなりゃ銃弾や燃える車が街をビュン。さっきのはね、一発目だったから喋ってくれたのかもしれないからね。毎回喋ってくれる。今のは差別発言じゃないぞ。ような気がしないんですよね。盗まれた絵の一つがこの辺りに隠されてる。うん。多分この目の前のビルじゃないかい。ありましたね。痕跡が消えてる。ねえ刑事さん、毎回喋る。絵を見つけといたよ。感謝するよ。すぐに誰か行かせる。そういえばハーディに家族はいたの？ああ、フェリシアって娘がいる。まさか。こう思ってるんだろう。彼女が2代目かもってな。それについては調査済みだ。シロだった。でもまだ捕まってないよね。シロ。警察が彼女の装備を押さえたけど逃げられてるし。どうかな、繋がらん。ウォルターを尋問したが、奴は娘を愛してた。巻き込みたくないと言ってな。そうなの？ならよかった。盗まれた絵がまだないか探しとく。お父さんはマナ娘に後を継いでほしくなかったみたいだね。なるほどね。でもだからこそ娘からしたらそんなね心配かけたくないお父さんだから一人で背負う、それに対しての責任感、うん、みたいな。あとやっぱりこう娘からしたら言って欲しかったのにとかもあるし、自分がなんだろう、やっぱりずっとね亡くなったんだったら、そのモヤモヤしたのが、モヤモヤした感じって消えないと思うんですよね。だからサンマーヘッドの手下最悪。ハンマーヘッドのおもちゃ売り場はここじゃないよ。これは楽だ。これをやってさ、これで終わりです。よし、ダメか。見かじめ料、これ以上ハンマーヘッドの好きにはさせないよ。マギアの犯罪、そっか、これもあれか、 100% にするにはマギアの犯罪とかも 100% にしないといけないんですね。警察来るから僕は大丈夫。これそれをやってやっと 100% になるのか。なるほどです。はい、23分か、どうしよう。いつもねスパイダーマンは30分から40分ぐらいねいつやるんですけど、グランドセントラル近くで事件発生。じゃあもう一個やるか。結構ね僕今酔いが回ってきてるので、スクリューボールのファンたちを刑務所に送り返さなきゃ。なんか背中につけてますね。なんだろう。どうしようこれ。なかなか難しいね。みんな結構固まってる感じだから。
とりあえずバラバラにしよう。こいついけそうだな。ダメかな。あ、こっち向いてるな。よし、いける。いや、なんかちょっとレベルアップしてるな、敵。やばいっすね。でもいけんじゃない？こういう道具を使って。ビルの上だから、こういうので飛ばして。君のこと捕まえたよね。違う？じゃあこれって初体験？いや、硬い。待って待って。よし。よし、オッケー。本当相変わらず、汚い仕事は人任せだな。何を準備してるんだろう。見てみましょうか。あいにく暇じゃないんだよね。絶対参加したいはず。なんでやんなかったら、あたしのファンが怒って人が死んじゃうもんね。やっぱりリアリティショーって最高。そう思わない？再生数に命かけてる。これ全部ストリーミング中継するんだから、ヘマはしないようにね。なんか出てきましたね、また。いやー、いいね。こう自分の、あ、ここスコア系のやつか。なるほど。で、これもそうなの？二進法の信号を使ってるはず。ならそれ使えば順番わかるかも。なるほど。はいはいはい、了解です。ウェブ使わないと。ん？全然ダメじゃん。ちょっと待って。これから子供のターゲットを送るから、ちゃんと注意してね。1分30秒。写真？ちょっと待って、写真も撮らないといけないな。あれ、どこ？ちょっと待って、見えない。あそこは写真だけ？どういうこと？ちょっとマジ？逃しちゃったね。逃しちゃった？何？意味がわからない。ウェブ使えば解除できそう。これ見てるみんな、面白いって思ったら、あたしのチャンネル登録忘れないでね。よくわからんな。スクリューボールチャレンジでは、フォトボムターゲットを利用してボーナスポイントをゲットしよう。スクリューボールの最高メーターがフルの状態で写真を撮るとボーナスポイントが多くもらえる。順番違う。写真撮ったけど。デリック・ダンクからのメッセージ、これ最高の番組。はありがとう、デリック。
ちょっとよくわからないな。あと10秒しかない。あ、無理でしょ、もう。解除完了。次探さなきゃ。大丈夫。え、ちょっと待って、何探さなきゃ。あー、時間が、あー、ダメだ。トロすぎスパイダーマン、ちょっと私の期待しすぎ。いや、もうやめる。よくわからない。余裕がない。ねえピーター、ブラックキャットの次の狙い分かったかも。ほんとすごいね。警察の無線で彼女の手口っぽい盗難事件の知らせが聞こえたの。事件の場所を送るね。次に彼女に会っても振り回されないようにね。うん、気をつけとく。なんか彼女ってどこへ行っても不幸を招く感じなんだよね。不幸の招き猫ってこと？うまいこと言ったつもり？なんか心配してますね、MJ。はい、ということでですね、今回この辺にしましょうかね。うん、そうしましょう。全部隊へ。現在捜査員がマギアの車両を追跡中。ちょっとね、お酒飲んで酔いが回ってきたのでね、ちょっと休憩します。それではお疲れ様でした。バイバイ。